人類の皆様、おはようございます、こんにちは、そしてこんばんは。僕トラマンです。本日はまたしても緊急配信です。はい、こちらのイベント、金河新年の新しいコンテンツですね。本日から始まったこのイベント、絶対に逃してはいけません。まず開催期間は本日1月3日から1月の13日まで、計11日間ですかね、ありますので、息が長いイベントですが、しっかり取り組んでいきましょう。というのも報酬なんですが、まずこれ、はい、こちらの報酬はこの塗り絵をした時に得られる報酬になりますが、まあこれはいいです。はい、こういったものです。でポイントは下の着色報酬、1枚着色していくごとに1枚目、2枚目がこの報酬、3枚目がこの報酬、そして4枚目の報酬がこの報酬で、全てを終えた時の報酬がこれです。はい、これ何かというとヒーロー進化石ですね。はい、以前もお伝えした通り、このヒーロー進化石は、40連ですね。スカウトチケット37枚分、ダイヤにして8140個、金額にして約1万4000円の価値があるヒーロー進化石1個、これが手に入ります。これが手に入るので、必ずこのイベント漏れなくやっていきましょう。大体ですね、ツイッターで皆さんの見ていると、1日気力を4から5個割れば最後までたどり着けるのではないかというところみたいですが、いずれにせよそれだけの価値がある進化石ですので、元は取れます。なので進化石が取れるまで、とにかくこれやっていきましょう。でこのイベントですね、この各1枚1枚を塗り絵を塗っていくのですが、この絵に応じて塗り絵が違いますが、最終的には結局この一番下の1列、各色の数字の個数分集めればいいんです。でこの一番右の縦列が今持っている着色料の数ですね。でこの数が一番下の横一列の着色完了までの数、これに到達するように着色料をゲットしけばいいんです。でそれはこちらです。はい、この色に応じてこのように丁寧にどのステージに行けばいいか直接行けます。でここで赤の場合はこの中央のステージになりますが、これをクリアをして着色料、これは赤ですね、はい、と、ランダムで顔料が手に入る、これが手に入るわけですが、まあ、これを計画的にこなしていけばいいんです。なので10日間で4枚ですから、まあ2日半で1枚、5日で2枚、この着色、いわゆる塗り絵ですねが終わるように進めていけばよろしいかと思います。とにかく進化石の価値は先ほどお伝えした通りですので、これとにかく元が取れます。そしてそれ以外の豪華な報酬もちゃんと手に入ります。より元が取れますので、これはぜひマジファイターの皆様にまたしてもお伝えしなければというところで緊急配信をさせていただきました。はい、ということで本日は以上です。漏れなくこのイベント完遂クリアしていければと思います。ということでまたお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。